らっしゃいませ。ありがとうございました。いいぞタボ、これ以上ないくらい好きだらけだ。すげえな、どうやったらそんな風にできるんだよ。あのね、いつも通りに歩いてるだけ。今んとこ近くに怪しい連中はいねえ、安心しろ。本当に？ちゃんと見ててくれよ。任せとけって。ただこの後何があるか分かんねえからな、合間見て腹ごしらえとかいろいろ適当に備えとけよ。ご親切にどうも。どうかした？海藤さん、松金組の連中食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか？ん？例えばどんなのに？まあ酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か、なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。ターボ、うん、ねえ、うん、ターボ。ねえ、これは。ねえ、ちょっと。え？ターボ。おい。おう。
ターボ。してやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。は？お前はハムラの手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。もういっそ松金組の事務所に勝ち込んじまうか。いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあよし、こんな手はどうだ。こんな手って？松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に八神が来たって触れて回るのよ。すると多分お前が現れたってご中心がハムラのとこまで行くわけだ。なるほど、そいつはありかもな。その店の名前と場所は？そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、わかった。難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。そんなターボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎる。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え？なんだと？あ、ヤガミ、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。ハムラの頭に八神が来たって。
ってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか？ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ、ピンク通りにある連環の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。連環の K ってのはここだな。お兄さん、一発どうですか？いい子揃ってますよ。このお店の人？ええ、お兄さん寄ってってくださいよ。サービスしときますから。ここって松金組はケツ持ってるんですよね。え？何ですか？揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いえ、特に深い意味はないっすよ。それじゃ俺はこれで。ビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんのは店員か？声かけりゃわかるだろ。たく人使い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？あ？そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん、誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ俺はこれで。
寝とけっての。いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。ここがファンタスティックロマンスだな。あれ、今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おいタボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね。はいはい。すいません、空いてますか。いらっしゃいま。てめえ、ヤガミ。あれ、松金組の方。こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません。なんだと、てめえ舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。気は済んだ。くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ、こちらカイト。ご苦労だったなターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。人気のないとこ行ってみるか。賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。了解。Shit!
っちゃったよ。いらっしゃいませ。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。海藤さん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがすんだけど、聞こえてるか？おい、海藤さんどこだ？こっちだ。待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろ、タボ。ハムラの居所を吐かせる。分かってるって。逃がすか。もう諦めろよ。ほら、捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。は
村。手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口出てんだ。カイト、カイトさん。ヤガミさん。カイトさん。ダメだよ。今は僕についてきて。くそ。待てくれ。止まれ。大丈夫。もう誰も追ってきてない。カイトさん、どうなんだ。羽村に脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた。ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。羽村のアジトは分からないか。盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は。ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ。じゃあもしかしたらカイトさんもそこに。どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい。行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。ヤガミさん、準備はいい？ああ行こう。ん？てめえ、ヤガミ！なんでここが。くそ！行こう、ヤガミさん。なあ。
し。もう少しだ。開いた。てめえ、ヤガミ！抜きで時間稼げよ。へい！待たせたな。やれねえか。ヤガミさん、電気こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってろ。
ありがとう。いねえぞ、おい！どこにやがった！ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい！八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。
いや。だな。おい、相手してやれ。へい。遅かったな。待ちくたびれたぜ。あ、杉浦、僕のことはいいから、八神さんはカイトさんを行かせると思うか。やるもんだ。やっぱ本気でやるときはこれだよな。しばらく寝とけっての。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。へっ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。てめえ。さあ前見ろ。
今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺しだ。八神さん、終わった？杉浦、そっちも無事だったから手伝ってくれ。海藤さん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの？まったく。よう、俺も手を貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃ死ねんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえとお前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！
さっさと弾け。そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。ああいい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？ふん、教令会のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。よう来たな、羽村。ずーっと会いたかったで。松金組の組長さんだっか。俺は初めまして。せやけどあんた登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか？どないしょ。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか？ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ。ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ。真相へ近づいていく八神に仕掛けられた罠は、怪盗の流し立ちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。ふん、必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。はじめから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。
言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ契約センター副所長殺害事件。今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である小野には絶対に知られたくない秘密があった。だから小野は橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時神室町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが正野に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。八神、なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おお。ええぞ八神、その調子でどんどん行ってるや。こっちも拷問やったらいつでも行けるで。タボ、次は羽村に何を聞くんだ。モグラについて。その正体知ってんのは羽村だけだからね。時間食っちゃったよ。またな。八神さんよ。Yeah!
いらっしゃいませ。気に入った。ありがとうございました。どうも。